はい、どうも、オアシリのハリキューマッサージの安心堂です。今日はお盆です。お盆に網走は夏祭りです。屋台が出てるんで買い物帰りにちょっと撮影しようかと思いまして、ただ昨日からのあいにくの雨です。でも人はたくさんいます。では行ってみますか。では行ってみましょう。火事だからおなじみ植木屋さんですね。南四条郵便局のあたりです。このたい焼き屋人気あります。さっきも行列作ってました。うわ、雨ひどいな。さっきよりだいぶ雨降ってきた。ポケゴーもやっています。こんな感じです。どうも。妻が大好きな帰り綿飴を買っていこうと思います。綿飴500円するんだよね。ちょっと焼き鳥も気になるんで、安かったら買っていこうかな。タオです。すごいです。大型飴屋、ここで買うと荷物になるんで、あっちの端で買います。フランクフルト屋さん、食べ物屋さんは人気ありますね。アーケードずれると雨がひどい。浴衣の人もいます。やっぱり小さいお子さん連れが多いです。カチャポンでも並んでいるけど、何ブルーベリーとラベンダー間違った。ラベンダーだと思ってブルーベリー買うの。買わねえの。ドメルサンドってなんだ。チョコバナナです。トロピカルドリンク。ここだけ雨当たる。雨がほんと大変だ。もうスーパーボール好きなんてまだあるんだ。風船みたいなの売ってる。ヘリウムガスですかね。いやー、雨が本当。昨日はこんな雨降ってなかったんですけどね。これはなんだ、ストラップ屋さん。キラキラ系かな。唐揚げ、唐揚げはちょっといいかな。焼き鳥ならちょっとね。食べ物屋さんの前はいい匂いする。大人気です。キラキラ系、キラキラ系の店多いな。ランクフルト、やっと道銀の子に来ました。もう途切れるんでね、雨が当たります。ポケモンの画面すいません。ポケモンもやっています。バンバン焼いてるのは、チキンステーキ、なんかうまそうだね。気になるな、ね、すごい人だ。
こんなに人いたんだっていうね。これなんかストラップ屋さん違うの。初カパイ、カパイってなんだ、よくわかんない、チョコバナナはいいです、バナナ毎日食ってるんでいいです。これは何だ、そういえば金魚すくいとかないですね。あ、焼き鳥屋、気になる焼き鳥屋、いくらぐらいする、値段書いてない、うわうわ、鳥皮100円、まあいいや、あ、目がひどいっす、ババアだった、怒られた、おばさんでした、傘ぐらい持ってきて、一回一回道路途切れてから、ちょっとこっち混んでるんで反対行ってみよう、まあどっちにしろ混んでるか、たい焼き屋さん、ポケモンの出る画面、後で編集しない。すごい人。並んでんの。いや、でもちょっと鳥皮食いたかったな。人がすごいです。すごい人です、自撮り映ってか、だからこの前のお姉さん映ってくる、いいの、かぶと進まないわ、これなったね、あ、かわいいやつ、うわすごいな、
このね、ちょっと右にサーカスみたいなのがありますね。ちょっと合わないな。サーカス。すごい人。雨でもこんな人来るんだろうな。早く渡れ。じゃあ、お化け屋敷が。うわ、もうちょっと傘いっちゃう、傘なくてピッチングゲーム場、もうちょっとで終わります。もうちょっとで富士屋着になりますね。食べ物屋さんが多いね。クレープ工房、うわ詰まっていかない。人で人ですごいな。もうちょっとで渡辺屋さんかな。確かメガネ屋さんのそこだった。射的の音、電波教室もう肩抜きやってますね。相変わらず妻の弟が狂ったように昔やってたようですけど、画像ピント合わねえな。確か端の方にバター飴屋さんがあったと思うんだけど、こっちの端の方が空いてる、真ん中より。あ、雨がひどいな。よいしょ、もうちょっとです。よし、あった。あそこの綿飴屋さん寄って帰ります。じゃあ。